奏は表現したいことがうまく形にならないときってどうしてる？とりあえずいろいろなパターンを試してみるかな。それでなんだかいけそうだなって思ったパターンをブラッシュアップしたりかな。なんだかいけそうだなっていけるんだね。きっと奏の場合は実力あるし、知識や経験もたくさん持ってるから、試せるパターンが自然に浮かんでくるんだろうな。ごめん、こんなんじゃ全然参考にならないよね。ううん、そんなことないよ。やっぱり私は、もっともっといろいろ勉強しないとな。